皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回はですね、僕がよく使っているプロクリエイト、前回の描いてみた動画とかですね、よくタイムラプスでいろいろ上げている動画があるんですが、大体僕はですね、プロクリエイトで作画をしております。でそのプロクリエイトの解説、まあ、使い方ですね、もうちょっと紹介していこうかなと思います。コメントの方でもですね、プロクリエイトの解説お願いしますというところもありましたので、ずっと前、もう1年以上前にですね、ちょっと1回上げてるんですが、まあ、今回新しく機能も追加されたりもしていますので、改めて解説やっていきたいと思います。ぜひですね、すごい僕が今一番気に入って使っているアプリになりますので、興味が出た方はですね、ぜひ使ってみてください。さあ、早速やっていきましょう。さあ、今回のプロクリエイト、特徴としてはですね、会計のアプリになるというのが一つの特徴になるかと思います。他にも Adobe Fresco だったり、Adobe Photoshop だったり、クリスタだったりですね、いろんなアプリがありますので、興味がある方はそっちの方もですね、見ていただければと思いますが、他のアプリはですね、結構月額のものも多いので、まあ、そんな中、プロクリエイトは一度買ったらね、使えるっていうのも利点なのかなと思います。以前の動画でですね、他のアプリとお値段の違いとか使い方の違いの説明しているものもありますので、そちらも見ていただければと思います。さあ、今回はそのプロクリエイトで、まあ、イラストを描くときによく使う機能、僕がですね、よく使う機能を覚えて、まあ、楽しくイラストを描くために、厳選ってまあ結構なんだかんだでやると思うんですが、知ってもらいたい機能ですね、紹介していきたいと思います。説明していこうと思っているのが、この中、書いているものになります。キャンバスとかブラシとかですね。で、まあ、この中のブラシはこういうやつ。で、まあ、ちょっと細かい説明をしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見て、プロクリエイト使ってみてください。おそらく長くなるのでですね、前後編、この青と赤の部分で前後編で2回やっていきたいと思いますので、まあ、ぜひですね、次回まで見て、プロクリエイトを興味を持ってですね、いただければと思います。さあ、それではキャンバスからやっていきたいと思います。早速ですね。まず絵を描くとき、まずキャンバスでこの白い下地ですね、を作らないといけません。で、プロクリエイトはですね、最初起動したときはこんな感じ、画面になります。で、そこでですね、この右上のところで、選択とか、読み込むとか、写真とかですね。こんな感じでいろんなものが出てきます。で、この一番右側のプラスを押してあげると、新規キャンバスが出てきますので、このキャンバスで、サイズ、スクリーンだったりスクエアですね。4K、A4、A4 横とか、いろいろありますので、まあ、こういうのを選んであげて、で、作っていくっていうことができます。で、右上の方、このプラスのところですね。ここを押したら、まあ、変則的なというかカスタムキャンバスが作れますので、そのキャンバスを作って、で、OK を押してあげると、白い画面ですね。こうパッと出てきます。で、これはスクリーンサイズというもの。で作ったものになりますので、この iPad の画面と同じ解像度ですね、のキャンバスを今使っております。これでまずキャンバスができました。では一番最初にね、キャンバスを作って、で、いろいろ絵を描いていくんですが、その次、ブラシですね、ブラシ。ここに、プロクリエイトの優れている、個人的にこう優れているなって思うところは UI がですね、かなりもうきっちりもここに最小限に抑えられているっていうのが非常に僕の好みのところです。で、このブラシっていうのはですね、この上の、右上の方の塊の端っこにあるやつ。これがブラシですね。で、こんな感じでブラシがいっぱいあります。この上のですね、英語で書いているここのグループ。これは、他の方が作ったブラシを購入したりして、ダウンロードしたブラシになりますので、ここは最初からは入っていません。このスケッチから下ですね。ここが、基本的にデフォルトで入っているものになります。で、結構、昔から、プロクリエイトありまして、昔デフォルトであったブラシっていうのがですね、新しいプロクリエイトでは入ってなかったりしますので、少しですね、違いがあるかもしれませんが、基本的には結構いろんなブラシが入っております。で結構いろんなですね、タッチが出せて、こういう、ね、スプレーみたいなタッチが出せたりとか、ただ普通にエアブラシで描いてみたりとか、結構ですね、ブラシに特徴があって、こういうブラシが描けたりとか、テクスチャーを描くときに非常に重宝することが多いブラシがいっぱいありますね。なので、すごい使いやすいです。こういう木とかはもうこれだけでね、木の板とか描けますので、こんな感じのブラシの
テクスチャーが面白いのがいっぱいあるので、結構リアルなイラストとか風景を背景を描くときに非常にね役に立つものが多いので、その辺もおすすめのポイントの一つとなります。これがブラシですね。でちなみにブラシもう一回押してあげると、こんな感じでブラシをですねこう調整して自分の好みに変えることができます。例えば感覚をこう変えてみたりとか、であとはジッターを増やしてみたりとか、まあ、こんな感じで、ね、してあげたりすると、さっきとはまたちょっと違う雰囲気のねブラシになったりしますので、これで自分好みのブラシも結構作ることができます。ただしこれ完了してしまうとですね、元々のブラシが上書きされてしまうので、もし気に入ったブラシをですねちょっとこうイメージ変えたいな、例えばこのメラルーカとかだと、普段だと、まあ、こんな感じのねブラシなんですが、これちょっとね、雰囲気変えたいなって時は、おすすめはですねこの、左側にフリックしてあげると、共有複製ってあるんですが、この複製ってのを押してあげるとですね、このメラルーカプラス1みたいな、メラルーカ1っていうのになって複製できるんですね、同じのが。で複製した方をこうやってね変えてあげると、事故が少ないかなと。よっしゃ、これちょっと取り返しつかないことになったなみたいな時に、この複製だったらね、まあ、基本的に問題ないので消せばいいので、なので複製して使うことをお勧めします。こんな感じですね、上の方のメラルーカはこんな感じのまとまったタッチが出せるんですが、今ちょっと作り変えたメラルーカのブラシはちょっとざっくばらんな感じにねこうやって置くことができます。例えばこういうのを利用してあげて、今のこれは偶然でねできたんですが、なんかこう奥側の木の、ね、集まりとか、こんな感じで木のシルエットっぽいのを描いたりとか、こんな感じでブラシをですねちょっとずつ変えながら自分の好みのブラシを作るのも簡単にすることができますので、ぜひやってみてください。ちなみにフリックして削除っていうのを押してあげると消すことができますので、いらないブラシはねこうやって消してあげましょう。とこんな感じで、まあいっぱいね、ブラシが本当にいっぱいあるので、で先ほどもこう言ったように、こう、他の人もですね、売ってたりとか、無料ダウンロードがあったりとか、あとフォトショップのブラシもですね、持ってくることができますので、ぜひですね、このブラシいっぱい増やして、自分好みのタッチをですね、見つけてもらえればと思います。結構デフォルトのでもですね、かなり面白いのがいっぱいあるので、なんかもうデフォルトだけでも面白いかな、個人的にはいいかなと思ってるんですが、興味がある方はですね、いろんなブラシ試してみてください。もうこんなのとかこうやって書いてただけでも、なんかね、リアルな。クリスタルみたいなのね、これで書けるとか。こんな感じで、本当にね、面白いブラシいっぱいあるので、試してみてください。というわけで、キャンバスを設置して、その後ね、ブラシでいっぱい書いていくっていうところまででした。でその次、このブラシに、はい、つながってるんですが、直線と曲線っていうものですね、あります。あ、忘れてた。もう一個。ブラシですね。ここの調整。ここの左側のこのスライダー。これでですね、太さを変えることができます。こんな感じですね。ちょっと細すぎて見えないかもしれないけど。上の方がブラシの細さですね。太さになります。で、下の方が透明度ですね。ブラシの透明度をこうやって変えることができます。なので、ここの2つでですね、調整することができますので、結構ね、左手はここに置いて、右手でここで書くとか、いう感じのことができます。逆に左利きの場合はですね、このアクションっていうところから、この環境設定、これで、右利きとか左利き、こっちにスライダーが来ました。こんな感じでね、変えることができますので、こんな感じですぐね、自分の好きな方向にこれをスライダーを設置することができます。で、次ですね、曲線。直線の書き方。で一番を使っててかなりこういいなと思ったのがこの曲線と直線なんですよね。これ何かっていうと、こうやってずっとですね、こういう感じで押しっぱにしてあげると、こう線をこう書きますね。線を書いて、離してあげるとこうふにゃふにゃの線なんですが、線を書いてそのままずっと止めといてあげるとですね、こんな感じで直線を引くことができます。でこの時に画面をタップしてあげると、こんな感じで、これ15度ずつなのかな。綺麗にですね、こうやって直線と平行と水平と綺麗な線ですね、書くことができますので、これもかなり使う機能になります。
このね、曲線、直線が描けるのが本当にありがたいんですよね。定規ツールとかがあるアプリも多いんですが、定規ではなくですね、こう感覚でまっすぐ詰めれるのが非常に楽ちんだなというところがありますので、こことかはですね、かなりいいポイントの一つなのかなと思います。曲線もですね、同じような感じで書くことができます。ぐにゃーっと曲げて長押ししてあげると、スッとこう綺麗なね、線になります。もう一回やりますね。こうぐにゃーっと書いてるのを長押しすると、こういう感じで綺麗な線になる。で、さらに、こう楕円を書いて、綺麗な楕円になるんですが、ここですね、画面をまたタップしてあげると、なんと綺麗な線円になります。これがめちゃくちゃ便利。これを声援にして、こうやって書いてあげると。こんな感じでですね、曲線と直線っていうのは非常に作りやすいのが特徴になります。かなりメリットですね、これね。で、さらに、曲線をこう書いてあげて、長押ししてあげる。そしたら上の方にですね、こんな感じでシェイプを編集っていうのが出てきます。で、これを押してあげると、こんな感じで、シェイプの編集までできると。これね、すごい便利なんですよね。薄く描いたこういう線もですね、シェイプを編集することで、まあ、ベジー曲線みたいな感じでね、こうやって作り変えることができますので、でもこれかなり重宝している特徴的な機能の一つとなりますので、ぜひですね、このプロクリエイトで使う場合、プロクリエイトを使っていろいろ書く場合はですね、ぜひ押さえておいてほしい。機能、まあ、使ってみてほしい機能ですね、の一つとなります。で、こういうブラシで描いたもの、これですね、塗りつぶしで、なんかこうバッと塗りたい場合、ここでバケツがない、よくこのバケツで塗りつぶしツールっていうのがね、お絵描きアプリにはよくあるんですが、プロクリエイトはバケツというものがないんですね。その代わりこの右上のこのカラー、ここからこうぐぐっと持っていってあげて、置いてあげると、塗りつぶすことができます。なので、この塗りつぶしも非常に簡単にすることができます。で、この塗りつぶしの境界もですね、こう持っていってあげて、ここに青いラインがあるの分かりますかね？ここね。左にやったらこう小さくなっていって、右にやったら大きくなる。で、右にやるとですね、完全に塗りつぶし。で、この境目、これ何かっていうとですね、塗りつぶしのこの範囲を少しずつこうやって拡大できるんですね。ちょっと僕が今、この下絵に使った鉛筆のタッチがガサガサしているので、完全には塗りつぶせないんですが、例えば、一番左側に塗りつぶしのラインをやった場合はですね、こんな感じで結構塗りつぶしの範囲が狭いんですね。なのでギリギリが結構白く。これ右に詰めていくに従って、少しずつこう広がっていくんですね、塗りつぶしの範囲がね。なので、こんな感じで、最初と結構変わったかなと思います。こんな感じですね。塗りつぶしをした後に左右にペンを動かしてあげることで、塗りつぶしの範囲っていうのを決定できますので、この辺もかなり便利かなと思います。で、これが塗りつぶしですね。まあ、基本的には塗りつぶしした後に、これにいろいろこう色をまたつけていってあげて、リアルな感じで描いていこうというような流れになります。さあ、そして、まあ、今のところ、キャンバス作ってブラシで直線も引けて、で、塗りつぶしもできたよと。そしたらやっぱりレイヤーがですね、どういう風にこう作られていくかっていうのが非常に重要になってきます。で、レイヤーもですね、ここにある右から2番目のボタン。これがレイヤーのアイコンになるんですが、これを押してあげるとこういう感じでレイヤーがね、出てきます。で、右上のプラスを押すとこんな感じでどんどん増えていって、これ左側にフリックすることで削除することができます。また複製もですね、これでできますね。で、このレイヤーをくっつける。合体させるのはですね、こうやってピンチインして、ここからこうグーッピッてやると、こんな感じでレイヤーを合成することが、統合することができます。こんな感じでレイヤーを操作してあげたり、あとはレイヤーをクリックしてあげるとですね、こんな感じで名前を変更とか選択とか、コピー、塗りつぶすとかですね、こんな感じの操作ができますので、これをタップしてあげて、いろいろとここで処理することができます。例えばコピーとかよく使いますね。これ何をどういう風に使うかっていうと、例えばこんな感じで、レイヤーをね、レイヤーに落書きをして、これをコピーしてあげて、で、これを貼り付けるときですね。このときは、貼り付けるときはですね、3本指で
上にスワイプしてあげるとこんな感じでコピー&ペーストのショートカットが出てきますので、ここでペーストっていうのをしてあげるとこんな感じでレイヤーをねペーストしたり、まあ、これは複製でもいけるんですが、あとは今みたいにねレイヤーをコピーしてあげて、コピーした後にですね、他の例えばギャラリーの他の部分、違うちょっとファイルを開きましょうかね、違うファイルにこうやって持っていってあげるとか、さあこんな感じでですね、こういう感じでレイヤー間、ファイル間を渡ってですね、レイヤーをコピーして持っていくことができますので、このコピーっていうのはよく使います。であとアルファロックですね。このアルファロックっていうのは何かっていうと、ちょっと押してみましょう。アルファロックっていうのは、普段はですね、アルファロック今ちょっと外しました。アルファロックがされてない状態を先にね、ちょっとやってみます。アルファロックをされてない状態はこんな感じで、色をですね、入れたい場合とか、まあ、なんか塗りをね、塗りたい場合とか、まあ普通にね、こうやってレイヤー中に塗れるんですが、アルファロックをしてあげると、このレイヤーの中に書いてる部分にのみ、こうやってね、色を入れることができます。なので、例えばこの今書いた、この形に、なんかエアブラシとかでちょっと、ボケてる感じとかね、入れたい場合とかは、アルファロックをかけて、こんな感じでね、グラデーションを入れてあげたりとか、することができます。透明度の保護ですね。透明度の保護とか、他のアプリだったら、そういう名前であったりします。で、これのショートカットですね。よく使うので、これも覚えておくといいかもしれません。アルファロック。これのショートカットですね。これ2本指で、右に、レイヤーを右にスワイプしてあげると、アルファロックが解除されます。こんな感じですね。なので、もう一回やってあげると、今度は、アルファロックがかかりますので、こんな感じでね、色が塗れるという感じになります。このアルファロックかなり使いますので、ぜひですね、覚えておいてください。で、あとは、結構ですね、このレイヤーの方はいっぱいあるので、もうちょっとやっていきますね。さあ、次。次はですね、今アルファロックをしました。次はマスク。マスクになります。このマスクっていうのは何かっていうと、今マスクを押したらレイヤーが1個増えたのがわかりますかね。このレイヤーマスクっていうのが増えたんですが、このレイヤーマスクっていうのに、このレイヤーマスクですね、の方に黒でこうやって絵を描いてあげると、わかりますかね、この書いたところだけこうなるんですね。なので、この黒で書いたところだけ隠すことができます。この下のレイヤーをですね。なので、ここだけちょっとね、隠したいなとか、いうときは、レイヤーマスクを使って黒でね、こうやって書いてあげると、そこだけ透明にしてあげることができます。で、これ本当はですね、書いてるんですね。書いてるんだけど、見えないようになってるだけですね。なので、レイヤーとかでこの、レイヤーの、この下のレイヤーに、こうやって絵を描いてあげると、色を塗ってあげると、ちゃんと透過して見えます。で、このレイヤーマスク、いらないなと思ったら、あとは、白でね、もう一回このレイヤーマスクを描いてあげると、この消した部分がもう一回、こうやって描くことができます。なので、レイヤーマスクは一つのですね、オブジェクトを、ちょっとこう、形を変えたいなとか、色をね、抜きたいなとかいう時に使ってあげると、いい感じに使うことができます。結構レイヤーマスクをね、使うことが多いものなので、消しゴムで消してしまうとね、取り返しがつかない場合とかは、もうレイヤーマスク一旦隠してしまうと。で、レイヤーマスクで隠して、もし必要になった場合は、そこだけもう一回ね、レイヤーマスクを取り払ってしまおうとか。いう感じで使うことができますので、レイヤーマスクかなり、これも使う機能の一つとなります。さて次、マスクをクリップ。これもね、よく使います。で、マスクをクリップって何かっていうと、先ほど、アルファロックっていうのがありましたね。この透明部分。いや、この茶色い四角以外の部分にアルファロックをかけてあげると、こうかけなくなると。いうような。ものがアルファロックでしたが、まあ、それと同じような感じですね。
レイヤーを増やしてあげて、タップしてマスクをクリップしてあげると、この下の方にですね、レイヤーがちょっとわかりづらいです。ここに矢印ができて、このレイヤーにこう入り込むんですね。これ何かっていうと、この上のレイヤー、このレイヤー3はですね、このレイヤー2のところで書いた部分だけ、要はこの茶色い四角の部分にだけレイヤー3で書くことができるようになります。なので、この辺の白い部分もね、書けないんですね。なので、要はアルファロックと一緒ですね。レイヤー2のアルファロックした状態と一緒なんですが、何がいいかっていうと、レイヤーが増えているので、このレイヤーだけ隠したりとか、でこのレイヤーのこのレイヤー3だけですね、今度はここだけアルファロックしてこう色を変えるとかいうことがたやすくすることができるという利点があります。なのでアルファロックでもう全体をまとめて変えたい場合はそれでも大丈夫なんですが、ちょっと後から差分みたいな感じで色をまたね変えたいなとか、ちょっとこう保険をかけたいなって時は、マスククリップっていうのを使ってレイヤーを増やしてですね、作ってあげると安全かなと思います。なので、このマスクをクリップね、かなり重要になってきますので、覚えておいてください。この後ね、全部説明することになるんですが、まあ、かなり重要なのが多いんでね、ちょっといろいろとやっていきますが、あとは、下絵統合とかはですね、レイヤー、この2つをピンチインするような感じで、下絵統合結合ですね。レイヤーを合わせてあげることができると。はい、大体レイヤーはこれぐらいですね。よく使うのですね。なので、今やったのを覚えておくと結構いろいろ使うことができるかなっていうところですね。あとはもう一個だけ、レイヤーをこうやって増やしていってあげて、で、これをですね、グループ化したいとき、これは今度はですね、右にスワイプしてあげるとですね、こうやって複数選択することができます。右にスワイプですね。で、複数選択してあげると、この右上にグループっていうのができますので、これをしてあげると、こんな感じで、複数のレイヤーを一つね、まとめることができますので、これを使って、レイヤーをまとめてあげたりすることができます。あとは、レイヤーの移動はですね、長押し、レイヤーを長押しして、こうやって移動することで、順番を入れ替えることもできますので、この辺を使ってですね、レイヤーを操作してみてください。さあ、かなりレイヤーでね、いっぱいいろんな機能があったので、最後、ようやくね、ショートカットに来ました。で、このショートカットもかなり大事になってきますね。これもどのソフトでも一緒ですね。すごい大事になってきますので、ショートカットですね、覚えておいてください。で、何かというと、また一番よく使うのが、undo ですね。undo、要は1個戻る。で、ここの、戻るボタン、なんか矢印みたいなのがあるんですけど、ここを押してあげるとね、こうやって戻っていくんですね、こうやって。で、もう一個、右の方の矢印を押すと、こうやって進んでいくことができます。いちいちね、これを押すよりはですね、2本指でこうタップしてあげると、こうやってね、そしたらこう戻っていく。いきますので、2本指でタッチすることで、アンドゥ、1個戻すことができます。で、今度は3本指でタッチすることで、進むことができます。リドゥですね。この2つはよく使いますので、ぜひですね、2本指と3本指のタッチは覚えておいてください。あとはピンチイン、ピンチアウトですね。あとは回転とか。あとはこう、つまんであげたりすると元に戻ります。今のですね、2本指で素早くピンチインしてあげると元に戻すことができます。なので、こんな感じをよく使います。ただ、このクイックメニューっていうのはタップしてあげると、こういう感じでクイックメニューっていうのが出てきますので、ここにですね、左右反転とか上下反転とかを入れてあげることでいろんな機能にすぐアクセスできますので、これもかなり役立ちます。で、この辺のショートカットはですね、自分で調整することができます。で、その調整の仕方をですね、このスパナマークみたいなところ、ここの環境設定のジェスチャーコントロール、ここですね、ここでいろいろですね調整することができます。このクイックメニューとかもここにありますので、これでね、呼び出し方。僕はですね、これタッチで呼び出すようにしてるんですが、こんな感じで、どうやって呼び出すのかとか、こうジェスチャーコントロールを割り当てることができますので、これちょっとね、見て、自分の、ね、使いやすいようにジェスチャーを、ね、割り当ててあげてください。ショートカットはですね、作業するときのスピード感に本当に直結するものなので、結構ですね、慣れていくとやりやすいかなと思います。この2本指のね、
アンドゥとかリドゥは、僕、普通にフォトショップとかでするときも、あのね、2本指で、液タブとかでやってるときとか2本指でタップしちゃうぐらい、だいぶこの脳になってるんで、まあ、かなり使いやすいです。なので、ぜひですね、ショートカット使って快適に作業できるようになってみてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回ね、プロクレート解説の第1回目、まあ、パート1になりました。もうかなり長くなってるんじゃないかな、動画と思うんですが、まずキャンバスの出し方ですね。で、ブラシで絵を描く方法。で、ブラシの変更の仕方ですね。あとは直線と曲線。で、塗りつぶしの仕方。で、レイヤー、このレイヤーがね、いっぱい長かったですね。まあ、コピーしたりとか、アルファロックとかマスクとかも、この辺かなり使う機能になりますので、ぜひですね、覚えておいてください。あと、ショートカットですね。もう第1回目、このパート1で使うのは、本当にめちゃくちゃ使う機能の説明になっていますので、ぜひですね、今後プロクリエイトやっていきたいなとか、初めてプロクリエイト触って、なんかよくわからんなって人は、ぜひですね、今回の動画見て、ぜひプロクリエイト使えるようになって、楽しんでいってみてください。で、次回ですね、次回はこの赤い部分、アクションとかフィルターとか、のところの説明をしていきたいと思いますので、ぜひ次回まで見てですね、プロクリエイトかなり使えるようになってみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今後もですね、いろいろ背景の書き方だったり、アプリの紹介していきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。今回の動画が参考になったり、良かったりという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。またサイトもありますので、ぜひそちらの方もご覧ください。いろいろ背景について書いておりますので、勉強になるかと思います。また僕が描いたイラストもですね、クリーマーだったり、ブースの方で販売しておりますので、見ていただければ嬉しいです。あとは Twitter、SNS の方もぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハイキーイラストレーターのアリでした。さようなら。